おかえりー。おかえりー、おかえりー、おかえりー。<laughs> えっ。って泣いてんのねえ、おーい,いって。なんで泣いてんだよ。<laughs> とりあえずほら、バッグ貸して。中入って座ろう。もうなんで泣きながら帰ってきたんか、お前。何か飲む俺今日休みだったから夕飯作ってあるけど、先にご飯食べる いか、ご飯食べれるいや、まずは涙を止めんのが先だよなどうしたの転んだまさか変な人に追いかけられたとかこの前あったよなそういうことな気をつけろって言ったろん何スマホ何赤ちゃんの動画 あと、子供と犬の動画。かわいいじゃん。いやいや、そういうことなんだよ。動画の子供がかわいすぎて泣ける。いやいやいや、そんな泣く <laughs> 前もあったよね、そんなこと。もうなんか泣く原因広すぎてわかんない、マジで。<laughs> なんだよ、めっちゃ心配したじゃんか。お前の情緒なんだよ、かわいいかよ <laughs>。 <laughs> ズビズビしてんじゃねえよ、うん、なんかややこしいわ <laughs> な何もなくてよかったよだってこの前痴漢に会いそうになったっていう話聞いてたからさまたかとか思って <laughs> てか夜道危ないからスマホ見ながら帰ってきたらダメって言ったよねそういうことしてるからつけられるんだよ後ろよそ見してないでスタからさっさと帰ってこなきゃダメだろでもじゃない自分の身を守るためなんだからさ とにかく、歩きスマホはダメい,いねんで周りはよく見ること危険があったらさっさと帰ってくることあーい,いじゃないよ返事が軽すぎなんだよ絶対にまた歩きスマホするやつじゃんもうほんとにほんとダメだからねうんふんあいはいじゃない <laughs> うんふんよかった何でもなかったっていうことで安心したので。 俺はお帰りの牛したいと思います。牛。お帰り。うん。今日仕事はお疲れ様だよ。いっぱい頑張ってきたんだろ。疲れたうん、うんなの <laughs> どっちそれ <laughs> いや、そっか。お前疲れたっていうの嫌いだから疲れてても疲れたって言わないんだったね。 ってくよしよしよし。<laughs> 本当は疲れてんだろ。ぎゅー。だから癒されたくて大好きな子供の動画見てんだろ。んで、無意識に涙出ちゃってたってそういうことだろ。俺がたくさん癒してやんのに、やっぱ今日迎えに行けばよかったよ。 お前仕事柄日中ずっと子供と一緒にいるのに、仕事終わってからも子供のことが頭から離れないんだね。ほんと、子供が好きなんだな。俺にとってはさ、お前も子供みたいな、バブちゃんみたいな存在なんだけど。ほら、俺がからかるとそうやってすぐにほっぺ膨らますとかね <laughs>。かわいいよ、マジで。 <laughs> 仕事中にちゃんと大人やりすぎてその反動で家ではバブちゃんになっちゃうんじゃねえのうんねえ <laughs> いいじゃんそんなお前のことが好きだって言ってんだよこっちはもうかわいすぎマジで <laughs> ほらいつまでもほっぺブクブクしてんじゃねえようんね。<laughs> じゃあまずは着替えておいでご飯用意しとくからねえ <laughs> ワクワク あったあった、ちょっと待ってね。本当にバブちゃんだね。ほんと着替えこれでいいほら、<laughs> 万歳して。ほ、は、ら、い、寝っ転がんの今から着替えんだよ。ほら、起きろって。はい、このまま万歳して。よ、う、い、ん、しょ。な、はいよ。う <laughs> こっちからいる <laughs>。 <laughs> お前全然着替えらんない。<laughs> くすぐるよ、これ。ふふ、なかやった。え、なあ、ちゃんとしてよ。お前が早く着替えないとご飯の準備もできねえんだって <laughs>。お前 <laughs>、ほら、頭。ね。え、はい、う少しは自分でやるって <laughs>。全部任せっきりだね。ほら。はい、できた。お前、バブちゃんだな、ほんとに。 <laughs> もう全然先に進まない <laughs>。いいよ別に。仕事中は甘えられる側だからな。せめて家ではいっぱい甘えればいいよ。もう俺にはデレンデレンでいいよ。まあ、それなりに俺もぼやくけどめんどい時は。あ <laughs> 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 ははい。はいはいはい。<laughs> でもちょっと、今日は甘えすぎな。 だってさ、あんな風に甘えられすぎたら可愛くてさ、あははは、やっべえな、っつって。食べたくなっちゃうよ。ぐ <laughs> 俺がもだいまくっても理性崩壊かもしんねえ。あ、もうその顔な、ほんとに。<laughs> かわいい。<laughs> だから甘えすぎ注意。<laughs> でも。 食べられてもいいなって思うときはとことん甘えてくんのありだかんね。うん、はい。下はさすがに自分で着替えろ。<laughs> ああ、やだじゃないよ。何今日は襲われ待ちってことでいいんですかね <laughs> やめろ、その顔 <laughs>。じゃ遠慮なく。ご飯も茶はまだだけど。

あさっき無理とかなしって言ったばっかじゃんか。いや、ぐち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  <笑><笑>ね、分かってるよ。でも俺お腹好きすぎてもう、やばい。<laughs> だから、ご飯食べた後、お風呂入ってからな。だから、自分でまず最後着替えろ。俺ご飯の用意してくるから。で、着替え終わってなかったら、またくすぐるからね。分かった本当の本当に分かった 絶対だからな。<laughs> うんんじゃねえんだよ。ぐちゃ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 。は <laughs> <laughs> い、ご飯もお前も早く食べてんだからよ。ちゃんとして。<laughs> お、やれよ。<laughs> ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とツイッターフォローよろしくね。明日は今日より少しでも幸せな日になりますように。いい夢見ろよな。おやすみ。